ネオアンジェリークは2006年3月4日に公営から発売された女性向け恋愛アドベンチャーゲーム。ネオロマンスシリーズの4作目。キャラクターデザインはアンジェリークシリーズと同じくゆらかいり完全、フルボイス化し新規、スチルイベントなどの要素を追加したネオアンジェリークフルボイスが2008年3月27日に発売された。また、 フルボイス版を元にした、プレイステーションポータブル版、ネオアンジェリークスペシャルが2008年9月20日に発売された。従来のキャラクターに加え、新キャラクター4人のイベントが追加されている。2008年4月6日から同年9月28日まで、テレビアニメが放送された。アルカディアを舞台に、主人公アンジェリークが、オーブハンターとなって4人の男性たちと共に魔物、タナトス。 マジン、エレボスと戦っていくストーリー。ゲームシステムは、オーブハンターとして様々な依頼を受け、いろいろな場所に行きイベントをこなしたり戦闘をしたりする、RPG 色の強いものになっている。2008年4月6日から6月29日まで、ネオアンジェリーク・アビスのタイトルで、テレビ東京系よび ATX にて放送された。また、第2期、ネオアンジェリーク・アビス。 セカンドエイジマイナスが2008年7月6日から9月28日まで放送された。DVD 最終巻には、アビスマルチ恋愛エンディング、スイートエピローグが収録予定。第1期、第2期特別番組2008年4月4日に、ATX で放送直前特番として、アニメ女子ハ春の番外編、ネオアンジェリークアビス放送直前 SP が放送された。 主な内容は、東京国際アニメフェア2008での声優ステージや、本編の見どころなど、ネオアンジェリークアビスひだまりテへようこそ、ありがとうございます。